ところでリム、メモリアから何を連れてきたんだ？カニよ。ん？カニだと？よくわからねえが、そいつは楽しみだ。ぼっこりだ。じゃあいい？あの子を出すわ。頼むぞコガニ、行くぞ。死んでもいい。うるせえ。なんだと？二人とも暴れないで。うわっ、ありがとう、コガニ。さあ、巨像を目指そうぜ。ナミカ、そ、やったさて、ところにも言えるわけか。
ここも雷鳴の遺構みたいに何かの研究施設だったりするのかしら。奥に進めばその謎も解けるかもな。中も随分崩れてやがるな。よし、どうだ、ここまで来てこの遺構のこと何か分かったか。ううん、そういうアディオは。さて、ははは、俺も今のところさっぱりだ。なんか空気が流れてるわ、この辺り。この像の台座、レールの上に乗ってるぞ。風がこの台座の下から来てるわ。台座が動くかやってみよう。ぐんぐんで仕掛けが。台座を見て、何かはめ込むくぼみがあるわ。くぼみにはめるもの。ヒヒヒ、下行くぞ。楽しそうだな。少しは警戒したらどうだ。アディオ、ルフィにはそんなこと言う。ここは砂だらけだな。あの壁から出ている光、あの大きな鏡台が何の光だかわかんねえが、あの扉の模様、歯車か。そうね、何かありそうな扉だ。私としてはダメだ。こういうとこは俺の出番だ。さて、よし、
奥の扉、ゾロなら切れるんじゃない？うれ！見て、何かあるわ。何が起こったの？真ん中の部屋のそ…さて…さて、奥に何かあるな。よし。さて。ちょっと邪魔よ。サンダーボルト、テンポ！刀がうずき。三刀流奥義、三分世界。やるな。邪魔するなら容赦しないわよ。オチエンタフルール、クロトロマーゴ。
出した。邪魔だ。ゴムゴムのブレッド。まだやるなら相手になるぞ。無事にと、さっきのスイッチ、よし、押すぞ。すごい、部屋ごとひっくり返し、死ぬ